1711年6月7日付のスペクテーター。スペクテーターは1711年から1712年にかけて発行されていた、イギリスの日刊誌であり、ジョセフ・アディソンとリチャード・スティールによって創設された。格、紙、または、号は2505ほどの長さで、オリジナルのものは1711年3月1日から555号発行され、 あとに7冊の本にまとめられた。同志は1714年にスティールの関与なしに復刻され、その後週3回のペースで6ヶ月間発行された。これらの復刻版は常日のまとめの8冊目に収録された。アディソンのいとこであるユースタス・バジェルも観光に携わっていた。大阪経済大学の角田俊夫の手により日本語に歓約されている。 スペクテーターで用いられた特徴的な表現の一つは、架空の解説者であるミスター・スペクテーターが登場することである。本種の第一号は、彼の追い立ちの説明に当てられている。ミスター・スペクテーターは、寡黙な性格で、主に顔の表情によって、意思疎通を図ろうとする。彼は、その謙虚な人柄を持って、社会を広く駆け回り、スペクテーターとしての使命を全うする。 彼は、ロンドン市民たちの習慣、癖、そして無作法について、意見を述べる。また自身について、文章における上絶さと日頃の科目さを対比させた、皮肉を述べている。スペクテーターの第2号では、ミスター・スペクテーターの近しい友人からなる、スペクテーター・クラブのメンバーが紹介されている。筆者たちは、同クラブの人物たちを脇役として登場させることで、 実社会における場面やエピソードを描写した。人々が社会的立場に応じて持っているエイトスを表現するために、クラブのメンバーたちは様々な地位、職業のものが登場する。最も有名なキャラクターはサー・ロジャード・カバーリーであり、彼はアン・ジョー・オーチカの英国の講師である。彼は田舎の紳士の伝統的な価値観を体現し、 愛嬌がありながらもどこか間抜けな人物として描写され、彼の通り意図的な思想を無害で馬鹿らしいものに見せている。ウィル・ハニカムは放送者で、通常男性が女性を楽しませる、その種の会話の準備がいつでもできている。スペクテーター廃刊直前で彼は結婚し、その際に会心している。クラブには他にも、商人であるアンドリュー・フリーポートや、商工や、 聖職者も所属している。第十号において、スペクテーターの目的は、ウィットによって道徳感を活性化し、道徳感によって、ウィットに節度を持たせることであるとミスター・スペクテーターが述べている。彼は、同志が図書館、学校、大学やクローゼットから哲学を引っ張り出して、クラブや集会、茶会やコーヒーハウスに広めたと言われるようになることを目指している。 そして読者に本紙をお茶会道具の一つのように捉えて毎朝読む時間を設けることを進めている。スペクテーターは読者たちに資料深い議論のための話題を提供すること、そして談話や社会的な交流における丁寧なマナーを習得させることを目指した。また当時の啓蒙思想と足並みを揃えつつ、スペクテーターの編者たちは家族や結婚、そして礼儀に関する、 価値観を広めた。1788年版の書籍版スペクテーターの表紙ついた地およそ3000部と発行部数こそ控えめだったが、スペクテーターは多くの人々に読まれていた。ジョゼフ・アディソンは各号が6万人のロンドン市民に読まれていると見積もっており、これは当時のロンドンの人口の10分の1に相当する。現代の歴史家や文学者たちも、 これを根拠のない主張だとはみなしていない。というのも、読者のほとんどは自身で契約している人々ではなく、スペクテーターを取っている、コーヒーハウスの顧客であったと言われているからである。これらの読者たちは多様な社会的地位にいたが、本誌はあくまでも、当時英国で台頭していた大将の卸売賞や貿易賞の興味を第一に書かれていた。 スペクテーターは当時植民地だったアメリカにおいても多くの読者を持っていた。特筆すべき人物として当時重大であったジェームズ・マディソンは同志の熱心な読者であり彼の世界観に生涯を通じて影響を与えたと言われている。ユルゲン・ハーバーマスはスペクテーターを18世紀のイギリスにおける公共権を形成した媒体として見ている。同志は 政治的に中立であると宣言しているが、一般的には、保育党的な価値観を奨励したものとして認知、されている。スペクテーターの人気は18、19世紀の後期においても衰えることなく広く読まれていた。その時代には、全八巻の本として売られており、本市における道徳及び助言と娯楽性との合致、そして用いられた三文体は、 模範的であると考えられていた。また、同志の人気の衰退は、C.S. ルイスやブライアン・マクリーによって考察されている。ありがとうございます。